まずは、ちょうど日曜日に第2戦があるんで、前の戦、第1戦の感想と、それから展望をちょっとお話ししたいんですけど、うん、じゃあ、最初から整理して話しますと、第1戦、YBC ルヴァンカッププライムステージ準決勝第1戦ですね。横浜 F マリノスのホーム、日産スタジアムでの対戦でしたが、スコアは、0対1。0対1で、まあ、マリノスが先勝したわけですけど、沖縄さんの感想はいかがですか？この試合結果と試合内容ですけど。うん、そうですね。結果そのものは、まあまあ悪くはないかなと。1点差で終わりましたので、うん、まあまあ許容範囲かなというところですが、はい、まあまあちょっといろいろダメージは負ったなという。あ、ダメージはね。いろんな案件でね。試合でしたね。内容的にも、前半、そうですね、途中ぐらいまでは、ボールは持たれているものの、まあ、それこそ崩されているわけではなく、うん、まあ、そんなに悪くないかなというところですけど、さすがにちょっとボールを奪った後が、キープができなさすぎたので、さすがにちょっと押し込まれる展開が増えていったっていうところは、じわじわ効いてきたのかなという感じでした。うん、まあ、僕個人としては試合内容悪くなかった気がしていて、むしろ僕は浦和の方が良かったんじゃないかなとすら思ってるんですよね。その狙いっていうんですか、そのマリノスって結構攻撃時に、ポジションを打つ、ね、変えたりして、うん、あえて崩したりするんですけど、まあ、それを見越していったと思うので、ボール奪ってからかなり早く攻めようっていう意欲も感じられて、で最近増えてきましたけど、コンビネーション的にこう早く攻めていく形も見えたじゃないですか。ワンタッチワンタッチで前につけていくようなね。ですから意図すごく感じましたね。ですから、うん、なんかスコーチャーさんも試合後に結構手応えみたいなこと話してません？これ、うん、いやそうです。ただあそこはですね、結構その第2戦に向けてあえて言った部分かなっていう雰囲気もあって、まあ、選手の話聞いててもちょっとこう半々かな、その狙い通りだった部分と、はい、そうさせられたのと半々かなって感じの雰囲気は感じました。うんうんうん、ちょっとさすがにカウンターばっかりになっちゃったなというような。そうですね、まあ、むしろ、まあ、リーグ戦のマリノス戦の方がまだ、ゲームを支配するような展開もありましたもんね。そうですね、なかなか相手陣でプレーする時間というのが、うん、まあ、終盤さすがに増えてきましたけど、それこそ そういう終盤に入るまでにあまり作れなかった、うんうんうん、そこはちょっといろんな選手が反省してて、もう少しボール持って押し込みたかったなという、うん、でもなんかその辺のニュアンス僕もコメントを見たんですけど、うん、ですからなんか全く歯が立たないというよりも、もうちょっと自分たちからこうした方が良かったのではみたいなことですよね、うん、そうですね、それこそ見ようによってはその、ね、やっぱりマリノスに一方的にやられた的な見方もできなくはないと思うんですよ、はい、さすがにボールポジション率は向こうが途中まではかなり高かったですし、ええ、そういった見た目ほどはやられてないっていうのは、やっぱりそこは大体の共通認識かなっていう、そんなに、うん、まあ、まあ、悪い見方しても4ブロック分ぐらいの試合だったのかなという。いや、うん、なんかマリノス自体がかなり苦労してたように見えましたよね、裏ディフェンスブロック崩すのに、ね、そうですね、マリノスもやっぱそこは課題というか、まあ、向こうもやはり今すごくいい状態ではないので、はいはい、ボール持って回してはいるけど、なかなか急所のところつけないねという感じの時間は長かったんじゃないかなと思います、ね、うん、実際にその失点したシーンで、まあ、あれも崩されたわけではなく、うん、まあ、リスタートから、ね、始まっていて、まあ、エウベルに、ね、ちょっとクロス上げられてしまった面はありましたけど、うん、まあ、不運的なところもありましたもん ね、うん、やっぱね、そうですね、あの辺の時間でちょっとこう安井もだいぶ下がったりとか、ちょっとそうこう5バック的になってしまったりみたいな、少しやっぱ下がりすぎてた感じはあったんですけど、うん、まあ、それでじゃ崩されたかというとやっぱそうではなくて、そうですね、まあ、不運が半分というか、うんうん、でこの第2戦に向けてだからなんとなく、次はこうしたらいいのではみたいな考えも生まれたんでしょうが、沖永さんも先ほどおっしゃってましたが、それに際してちょっと、アクシデントがいくつか起きまして、ね、まず一つが、まあ、先に話しておくと、まず酒井宏樹が、2枚警告を受けて出場停止になってしまいましたね。これサイドバックただでさえ人材が枯渇している状況なのに、うん、
そうですね。これはなかなか痛いところで。どちらかというと精神面で痛いかなというね、こういう。ああ、はい、はい。よほどその大一番の第2戦という、まあ、ね、しかもビハインドという、なかなかメンタル的に大変な試合の状況なので、そういう意味では、どっちかというとそのメンタル面の方で大きいのかなという影響がね。ありますかね、うん。それから起用がどうなるかですね。これ沖永さんともこれまで何度も話してきましたが、なぜか真当たり、など、がベンチ入りしない、まあ宮本もそうですね。状況が続いていて、これ第2戦ももしかしたらその純正のサイドバックと言われる方が、先発することじゃなくて違う手法も考えられませんこれ。そうなんですよ。そこがもう一つはその早川純平が、おそらく第2戦出れないんじゃないかという、あの感じだと。なんかあの、前半の早々にね、ちょっと足を痛めて、しかも担架で運ばれてしまいましたから。そうですね。あの、セットプレーで、多分こう、ちょっとマーカーに乗られた感じだったのかなという。キーパーに到着したように見えましたね。キーパーかディフェンダーにちょっと乗っかられたというか、なんかそのジャンプして着地する。そのジャンプの時点でなんか痛そうにしてる感じなんですね。ああ、なるほど、うん。ちょっとこう競り合う中で変に体重かかって足首をひねったか何か、まあ、着地もあって、で、早川がいわゆる U21 選手、ルヴァンカップのレギュレーションでは U21 選手を1人必ず先発させなきゃいけないという案件があって、こうなると今裏に在籍している U21 選手は他には堀内陽太しかいないんですよね。そうですね。ええー。なのでまさにそこが肝で、堀内をじゃあどこで使うかという問題。これあれですよね。ですからもう一度、整理すると、所属している選手に U21 選手がいる場合は必ず先発させなきゃいけないんですよね、これ。そうですね。今回はそれこそザイオンがいたときはザイオンが代表に行ってる場合であれば免責されるという。そうですよね。本来は U21 選手なのに、その選手が代表に招集されている場合は、そのレギュレーションは、免責されて、従わなくていいんですが、今回、ザイオンはレンタル移籍したことで、浦和の所属選手ではなくなっている。それから、大畑歩夢は、U21 ではないんですよね、もう。そもそもそうですね。1個目になってしまって。はい。そうなると、早川純平17歳、それから堀内陽太18歳ですかね。その2人が対象になっていて、今回早川純平が怪我してしまった堀内なんですが、堀内って確か公式戦1試合だけの出場ですよね、プロ入りしてから。そうですね、ルヴァンカップ4月の頭の、ルヴァンカップ川崎戦0-0、まあ、0-0という状況なので決して大量リードで入れたってわけじゃないんですけど、あの時確か右サイドハーフだったかな、うん、なんかちょっとあのサイドポジションで起用された気しますね、うん、で彼がだからどこでプレーするんだっていうことになりますよね。そうですよ。で基本的に考えられるのは本職であるボランチ、ボランチ、と、まあ、練習キャンプなんかでもやっていたサイドバック、右のサイドバックなんかを結構プレーしてましたね。そうですね。左右、そのキャンプ後もね、左のサイドバックやってるようなこう練習の時もありましたし、うん、あとはサイドハーフ、はい、というのもまあ考えられなくはないですね、はい、これどう思いますか。まずボランチでのプレーってのはなかなか、これ 今のボランチって大変なタックを背負っていて彼がボランチでプレーするとかなりチーム全体に影響を及ぼすような気もしますね。そうなんです。だからそのこう言い方悪いですけど、堀内をどう介護するかっていう、介護言い方、こういうちょっと極端すぎるのはあるんですけど、まあ、堀内をいかに無理させずにチームに組み込んで、他が選手がカバーしやすくなるかって考えると、僕は個人的には右サイドバック。なるほど。まあ、サイドバックももちろん重要なタスク、タタになってはいるんですが、それでもまあ、酒井宏樹が出場停止になったという影響も考えられますよね。それも加味された上でとかですね。そこで、あまり他の配置をいじらずに済むということと、それこそ、まあ、この第一戦のメンバーで考えれば、はい、堀内君が右にサイドバック入った場合、隣にはショルツ、頼れるショルツがいて、斜め前には無理の利く柴戸がいて、で前に、まあ、これは僕ちょっと左右変えるかなという感じもするんですけど、そ、は、れ、い、安井を真ん中に移して、はい、小泉を右、こう守備で気を利かしてくれる小泉、うん、この三方でと連携させれば、なるほど。という、ただ、ただその代わりにエルベルと対峙するのかという問題です。これはね、かなり厳しいと思っ
ていてね、どうなるのか。それからもう一つ考えられるのが、これは、これまでの試合でありましたが、アレクサンダー・ショルツが右サイドバックにコンバートされて、で、まあ、いわゆる実績のある岩波が先発して、ホイブラーテと組む。まあ、これも考えられますよね。そうですね。で、その場合は、堀内が、まあ、いわゆる中盤でプレーすることになるんですが、これ一番もしかしたら、攻守両面のタスクにおいてスムーズにプレーできそうなら実は僕トップ下なんじゃないかと思ってるんですけどね。いや、それは例えば前半までと割り切る。そうそうそう、前半まで。よく早川純平がそのパターン多いじゃないですか、今。僕、なんで彼がトップ下でプレーしてるのかなってずっと思ってるんですけど、まあ、一番、つまり、これからね、いろいろ経験していって、いい選手になっていく、過程である早川が、プレーしやすいポジションなんじゃないかと思ってるんですよね。まあ、ちょっと今その4-4のブロックで考えたときに、サイドハーフって結構の守備力大事なんで、そうなんですよ。ちょっと早川では怖いというのがね。なんかね、やっぱり攻撃面では全く問題ないんでしょうが、やっぱ守備のね、タスクが非常にこのスクロージャー監督体制下のサイドミッドフィルダーは大変な責務を負っているような気がして。だからこそ小泉芳雄や、それから最近は高橋俊樹など、いわゆる守備で非常に貢献度が高い選手が起用されている傾向もあって、安井もそうですよね。だ最近安井がサイドでプレーすることもあるじゃないですか。まあ、それこそショルツが、堀内は紅白戦とかでフォワード役やってもすごいプレスをかけてくるというか。言ってたんですか。まあ、目的には、はい、そうですね。それがなんか 55% それぐらいのその血のような気もするんですが、ねえ、なんかその右サイドバックやっぱり対戦相手のこう対面で勝負する相手を考えるとちょっとどうなるのってことですよね。ただまあ、ちょっとそこで引っかかるのがショルツ右サイドにしたときに、はい、対ウィンガーっていうとショルツの良さ生きるのかなっていう感じも若干、そうですね、で岩波選手が別に悪いわけじゃないんですけど、ちょっとショルツ選手と比べるとさすがにちょっとこう、はい、さすがにショルツの方がすごいという部分で、はい、ショルツを真ん中から動かすのがどうかなという、そこが引っかかったのが、ね、僕は単純にね、真渡りか宮本のどちらかを右サイドバックで先発させるのが自然だと思ってるんですけどね、今でも、そうですね、だから、まあ、それこそ堀内トップ下の、はい、まあ、真渡り右サイドバックみたいな、そう、その辺かなという感じも確かにします。それが一番自然なんですが、どうもね、最近真渡り宮本がベンチに持ってないっていうのを見てる と, とどうなんだろうと思っちゃう。評価があれなので、じゃあ堀内をそのままそこへ放り込むか、そのトップ下かというのはどちらかかな、ボランチは今ちょっとこう見づらいというか、しかも、トミスケで、芝と海が非常にいいプレーしたように僕は見えたんですが。そうですね。ちょっとその、最後の精度というか、っていうところはちょっと相変わらず若干芝とみたいな部分もあったんですけど、うん、その守備のカバーであったりとか、前出ていくところとか、さすがの頼もしさというのがあったので。その、ね、岩尾健と組んだことで、自分が多少前目でプレーすることも心がけていったように見えましたよね、これね。うん、そうですね、最近はむしろ芝田はそちらで強みが出ているというか、はい、後ろと前とつながれる感じというのは、すごく昔と違って出てきているので、はい、うん、まあ、ここを逆に動かしづらいんじゃないかなというのはね、思います。そうですね。いずれにしても、ちょっとこの、ね、人材が負傷者が続出している状況は非常に苦しいですね、これね。まあ、その中で個人的にはエカニット選手、はい、彼が思ったよりやるなというのを少しずつ僕は思ってきていて、うんうん、意外に早く戦力になりそうな、ちょっと期待感のあるプレー、この2試合ともしてくれてるので、それこそ堀内前半まで作戦であれば、うん、結構エカニットにかかる期待が大きくなるんじゃないかなあと、クラブの公式の SNS 見てると、中島翔也も、なんか、画像があったり、阿部裕樹も映ったりしてますよね。そうですね。一応、大久保と中島翔也がどうも、ちょっと部分合流か全体合流かははっきりわかんないですけど、うん、どうも練習には復帰しているようで。そうですよね。うん。うん、ですので、もしかしたら間に合うの可能性も、みたいな。そうですね。時間限定であれば中島翔也とか出てくる可能性はあるので。また大久保などもね、帰ってきたら非常に頼もしい戦力ですから。そうですね。ちょっと2列目本当に疲弊していて、今、
それこそ安井や関根も多分だいぶ疲れてきてるので、うんでね、それも来ていただけるとっていうのがありますね。うんうん、ただ、関根も良かったですよね。急遽早川から変わって出場して。そうですね。関根は、なんか、その、むしろ、急に途中から出てやるのって大変じゃないですかって言ったら、いや、いつもより長い時間出たのでっていう感じのことを言ってて。本当は長くプレイしたいんでしょうね。逆にその方が嬉しい感じはあったんですけ、ね、ど、うん、実は先発落ちにはそんな納得してないんでしょうね、うん、人ね。いやちょっとだいぶ前回、どの試合だったかな、横浜だか、ハノイの試合でも、かなりちょっとこう、ちょっとこう、ネガティブモードに入っていた感じが、あるか。なんかちょっとね、2列目の中での序列みたいなの、ちょっと本人が気にしてるからさ。なんか僕は、あそこは僕の考えとしては、松井さん的に2列目が今、本当に人がいない中で、やっぱ切り札になれる選手を置いときたいっていうのはあると思うんですよ。でしょうね。後半、途中から出すとして誰やねんっていう話になったときに、はい、大木高橋の次が、ね、本当全然いない、フォワード、ストライカーしかいないから、じゃあ責任ちょっと置いときたいよ、それは、ね、そうですね。安井小泉とか、うん、固めの選手、一発はないけど、固めの選手を先に出して、うん、っていう。ただ本人的にはでもそれはやっぱりなんでスタメンじゃないんだっていうのがやっぱりあるみたいなんで。まあその監督の考えをね、こう侵食すれば当然そういう考えもわかるんですが、選手はそれは当然納得しませんよ。スタメンじゃスタメンだろうっていう。いやそうですよ。あると思います。そんな評価別に逆にしてほしくないっていうんじゃないですか、きっと。途中から、ね。一芸しかできないと思われてるんだかっていう感じになっちゃいます。俺はね、やっぱね、プロでプレーしてる選手はね、僕は全員と言っていいと思いますけど、うん、先発の方がいいと思ってます。まあ当然そうです。ちょっと野球のピッチャーと分業とはまた違いますからね。そうですね。で、どうでしょう、実際第2戦、勝機ありますでしょうか、ラレッツに。このいろんな判断がありながらですが。まずホームでやれるという大きなアドバンテージがここで返ってくるというのもありますし、はい、うん、でマリノスがじゃあ、固く締めてくるチームかっていうと、まあ、1-0 リードなんで固く入りますよっていう、うん、それができるチームではないので。そんな雰囲気しませんよね。まあ、どうやってもある程度打ち合いになるだろうという、はい、ことはあるので、まあ、全然勝機はあるだろうと思います。う